よろしくお願いしまーす。戦場ヶ原ひたぎ様よ、あがめなさい。どうも、MJ をこよなく愛しているでおなじみ、ルーシーです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしまーす。リアンシャンテン。まず、元気が大事だからね。元気にやっていこう。ドラワシャー。お前は使えるのか使えないのか、カンウーピン待ちになったら、早かったらリーチ、もつれるようだったらちょっと考える。四巡つもぎり、ほらなった。この順目は早いと言えるのか、逆に早すぎてなんかいろいろ変化がありそうでダマにしてみる。いやもう降りる、リーチ来たら降ります。ありがとうございました。対局ありがとうございました。終わりです。ローソー3枚見え、チーソーぐらいいけるか。リーチピンフイペーコードラはない。残念、カンウーピンでリーチいって良かったものかダメだったものか、それは分かりません。結局上がれてなかったんで、結果論、これで良かったと信じたい。さて、私この曲も折りですね。大体折りますね。うん、本一行きましたね。ありがとうございます。楽しそうで。ドラの名をポンカン、なんだと。ここからは1枚たりとも泣かせる牌すら打たない。なんならソーズをポンされることすらケアする。ぽい。さすがにイーソーポンはねえだろ。はい、もう終わりです。ありがとうございました。さっきからありがとうございましたの曲が多くは、ちょっと頑張れる。でもまだシャーショントーンは大丈夫。これ流局で終わることあんの？はい。ロンって言われて高くなるようなやつは絶対嫌。はい。ハクだね。あら来た。え、何待ちじゃ。何待ちこれ。白三品とかもやめとこう。罠を張ってるかもしんない、あの手出し三品。分からん、三品待ちになることあんのこれ。神茶は八品、ハーピンでよかった、ハーピンでよかったか。ペン三品は分からん。ウーピン手出し何だったんだ。分かりません。私はなんちゃなのでこのシャアは使えなくて、ジャンゾーも今出ちゃったのでシャンポン待ちにもなんとなくしたくなくて、ペイを泣かない人が下茶にいて、ペイトイトトシだあいつ。なんだと、違う、リーチやめとこ。なんか高くなってほら帰ってくるかもしれないじゃん。シャポンなんですけど、ポン街いっぱい、ポンそれだ。初のフライングソレダ失敗、フライングソレダツモ成功。あなたが東家です。いいハイパイだ、なんてこったい。トンペポンスシは今のところはするつもりはないけど、
にしてんのか。なんだこの4563、バカにしてんのか。スーソーがもう2枚切れた。でもリーチ、バカにすんな。トンペ飛び込んでおいで。それだ、だいたい出るよね、だいたいね。泣いたら当たり牌が溢れてしまう、そんな、まあ、MJ に限らず麻雀あるある。ほい、まあなんかもう無理して上がりたいっていう気分でもない。ここだな。天地一品のドラが来たらやる気になるけど、それ以外はなんかあんまりやる気にならんな。スーソー急走が出てるから、急走トイトとして、あ、急走でよかった。なぜ2枚連続で切らなかったのか。いいピンポンチュンポン。シャーはとりあえず泣かない。シャーだけは泣かない。今のところそういう気分。アンパイを消費してまではテンパイが欲しいかと言われるとそうでもない。チーピンが出上がりできるかどうかもわからないし、スーソーがトイメンに通るって分かったら泣きたいけど、でもポンだ。もういい、下ちゃんにはスーソーが通る。あとは上ちゃんにスーソーが通るかどうか。お、通った。じゃあもういいや、これでどこまでも果てしなく。ちょっと押してんだよねトイメンも、リャンピンとかね。緩和しない。え、初トイトツシしてるな、よく見たら。しもちゃんカーンカーンカーン乗ったー。あいつはテンパイできんのか、そもそもテンパイしてるのか。最後の牌、なんか適当な自牌か安牌、なんか何でもいい。うん、やめた。お疲れ様でした。原曲2万、危ねえな。2万だったら俺切ってんな。リアシャンテン勝ち申した。じゃあどうする、泣くのか泣かない。ペアポンだ。お、なんだこれは、リャンゾーとかでもいいぞ。ポンだ、これでしょう。リャンゾーとかチーソーも逃したくないと思ったら、普通にウッパーそうなら三蔵も使えてたっていう。俺は結果論で麻雀は語らない。それはたまたまである。リャンゾーで上がれることもチーソーで上がれることもあったはずだ。今回はたまたま三蔵切ったことが裏目だったけど、俺は結果論で語らない。なんなら上がったんで今のは正解としたい。自分を褒めたい。トイメンがなんかやってる。トイメンなんかソーズで染めてそうなのに、あれピンズで染めてそうなのに、もうドラはつもぎりしてる。だいぶ形が決まっているのか。え、リャンローソーチーソー、やんめん払ってきました。あの人早く勝負決めたいです。リャンゾーはね、トイメンに通るし、下茶への安牌はそんなに持つ必要ないんで、振り込んでも終わって終わりでそれでいいんで、トイメンだけ気をつければいい。1や2ウーピン切りリーチ、いいスーピンか老朽ピン待ちと見た。想像はないでしょ、ここだってやんめん払ってんだよ、ローソーチーソーって。リーチ本一マンガン、裏一マンガン。しもちゃんに振り込みて、しもちゃんリーチしねえかな。しもちゃん
してこいよ。喜んで受けて立つよ。やっといける。あ、ポンちょっとね、ポンされるとね、俺のテンション下がるんだよな。ポン点の可能性もなきにしもあらずか。ダメだ、降りよう。頑張れ、しもちゃん。お前に任せた、全ては全てお前に任せたよ。自分の力で上がってみろ。人を頼るな。最終的にアンパいっぱいある。生き抜くためには自分の力が大切なんだよ。なんで当てよう。ほら上がってみろよ。できるのか、お前は。できる子だろ。そんな弱っちい男に育てた覚えはない。上がってみろ。なんだ、リャンピン。だいぶ前に切ってるリャンピンをまた切ってきたっていうのはどういうことですか。ピンズの下は持ってるんだ。3ピン、リャンピン外して、何かすごい危ない牌を掴んだの。ラン染めに行ったんか。あ、違うな。はい、やれる子だろ、お前は。頑張れ。ペイメントは1万1300。お山上がられたらどっちにしろ負けか。1万4000だもんな。ピンズ了解です。俺は何枚持ってても関係ない。これが本一だったらもう俺は負けだ。あ、関係あるな、ドラは関係あるな。勝負だ、リーチだ。さあかかってこい。最後は自分の力で上がるんだ。しもちゃんにだけその役割を押し付けて自分がこの勝負から逃げてるわけにはいかない。かかってきな、パピンラグ。ああ、マンガン以下なら大丈夫。マンガンでも大丈夫か。大丈夫だね。はい、大丈夫でした。結局ね、まだ俺には自分で決める力はないと。まだまだ修行が足りないな。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。